クンターントンネルは、太陽国にある、クンターン山脈の下を貫く、長大な鉄道トンネルである。ートンネルは、太陽国にある7つの鉄道トンネルの中で、最長のトンネルとなっている。ートンネルは、首都バンコクから、チエンマイまでを結ぶ大国鉄北本線の、名丹納居駅とクンターン駅の間にあり、 起点から681.57870及び 682.94080km 地点に位置する延長線 362.10m のトンネルである。東トンネルはラムパーン県とラムプーン県の県境下を貫いている。タ丹駅は東トンネルの北端にあり、標高 758m にある太陽国内での最標高の駅となっている。 クンターン山脈は歴史的にチエンマイ王国とシャム中央平野の間にある恐るべき自然の障壁であった。山脈の南部にて1907年よりクンターン、トンネルが建設された。バンコクとチエンマイの都市間の移動の不便さをトートンネルが解消している。トートンネルが完成するまで11年間かかっている。第一次世界大戦にて ドイツの技術者が逮捕されたため、建設が中断している。当トンネルは当初、標準機対応として意図されていたため、狂気に改めきされた後は、トンネル内に余分なスペースがある。ありがとうございます。